TikTok？ え？ビッグマッチ？え？ビッグダディ？あ、TikTok ね。なぜサルどもは短いものに惹かれるのか。どうも、妖怪界のセキミナティこと。古いな。三代目ジードです。妖怪界から TikTok への苦情が殺到している、見ていこうぞ。ペンネーム白塗り壁さんから、ジードさん、先日今や我らが YouTube を抜き若者に支持されてる TikTok を見てみたんですが、何ですかあれは。女子高生や若い美人なお姉さんが胸を寄したりスカート短くしたり、おまけにキャッと連想さすダンスまで半分エロビ。いいんですかねあれは。人間のメスってみんな AV 女優みたいになりたいの。見ているこっちが恥ずかしくなりましたし、子供と見れません。しゃーない。なるほど、これは同意。腐れ加工クソビッチサルどもは親指グッドいいねを押してもらうために思春期の男たちや中年親父たちが喜ぶようなことばかりする。 TikTok の中身はまるでインディーズ AV、 やってる本人たちは自覚がないのかと思わせるが、自覚がないわけない。それ相当の行為が男たちの右手を動かしている自覚があるに違いない。しかもいいねがすごいんじゃ。私ジードもいいねが欲しくて三日三晩寝ずに作った動画よりも腰を振ったりちょっと露出で何千倍もいいねが違う。くやちー、腹立ちゅー、腹立ちゅなりー。いや、だが正直素晴らしいぞ。たまらないんだよ。大好きなんだよ。もっともっと大胆に激しく激しく、もっともっと。やめとこうか。しかし女子高生の生足をリアルであんだけ直視できないからな。リアルでガン見したらお縄だから。いいんだよ、 TikTok はもっと過激なのが見たいです。おじさんたちは待っている。いや、全世界のオスたちが君たちの投稿を待っている。好きだ、大好きだ、好きだ、大好きだ。もっと大胆に、もっと誘惑して、もっと激しく、あ、取り乱しました。はい、熱い。ペンネーム北郎の左目は目玉のおふくろさんから、ジードさん、 TikTok の海外クリエイターたちは何ですか。クオリティが高すぎませんか。しかも面白いし、動画も短くて YouTube の一つの動画束縛感がなく見やすいし、ついつい仕事の手が止まってしまいます。妖怪界の力でどうにかしてください。どうにかは無理やろ。しょうもない。いや、しょうもなくない。わかる、おもろい。TikTok は女子高生だけじゃなくて、世界的にはクリエイターたちが作り込んだ映像を投稿する場でもあるな。YouTube と違って自分でクリックするわけでもなく、画面をシュッとスライドさすだけでどんどんおもろい動画が出てくる。クリエイターたちが作った動画だけではなく、世界の事件のリアル動画もある。だが一つ言うなら、外国で起こってる悲痛な出来事を丸々パクリ、感動的な音楽を乗せ投稿してる奴らはクソ。虫図が走る。だがいいね多い。くやちー。はい、おつー。ペンネーム死神ハニカミどこかむねんさんから、ジードさん、もう我慢できません。 TikTok のバズってるダンスでリア充どもが群れに群れ、仲間多いのアピールで体を固定させみんなで更新するやつ大嫌いです。見てて虫図しか湧きません。やりたいです、僕もやりたいです。バズる TikToker になりたいです。仲間増やして日々の生活充実してるアピールしたいです。しょうもない。確かに TikTok はバズるダンスが定期的に出るな。それをある程度の著名人がすると必ずバズる。うむ、なりたい？この裏切り者め、 YouTube 様だろうがよ。今や TikTok のショート動画は他の SNS、 YouTube しかり、インスタまでもが取り入れてる。ほぼ TikTok と同じ。てか TikTok の使い回し、ん？あれ？ TikTok に負けてますやん。だが YouTube を裏切るのだけは絶対許さないぞ。我々妖怪は YouTube と共に歩んでいく。そう決めたじゃないか。ん？メール来たな。ジードさんもしてるかなって？バレちゃしょうがねえな。2年前からやってます。一回綾波卒業式バズりました。皆様フォローしてください。まあ妖怪からの苦情を見てきたけど、TikTok はおもろい。YouTube さん、我々と共に頑張りましょう。はい、熱い。もうくだらん。まるで指揮者ボス相模バッハ見たく裁くこんな言葉ばっか。しょうもない上に情もないクソ
せものもらいもらい暗い未来だ。